タスカルーサ、タスカルーサ、タスケルサは、アメリカ合衆国アラバマ州西部に位置する都市。タスカルーサ軍の軍庁所在地である。ブラックウォリアー川に面する。人口は79,294人、2003年、推計。同州第五の都市である。都市名は、1540年にも、ビラの戦いで、エルナンド・デ・ソトと戦い破れた、直闘族の州長タスカルーサ。 タスキャルサ、黒い戦士の意にちなんで名付けられた。タスカルーサはアラバマ大学が本部キャンパスを構える町として知られる。大学は経済的にも文化的にも同志に大きな影響を与えている。同大学はフットボールの古行としても知られる。また、同志はアラバマの西部地域の工業、商業、福祉、教育の中心である。 ダイムラークライスラーがメルセデスベンツの北米最初の自動車工場をタスカルーサに建設すると発表したとき国中から不評を買った。後にブラックウォリアーガーとして知られるようになる幕府船の付近の地域は古くから西アラバマに命運を追ってきた様々なインディアンの部族に知られてきた。タスカルーサの付近が浅瀬となっていて最もうまく塗装できる最南端の地であった。 必然的にインディアンの道路網はこの地で一点に集まった。またその道路網は19世紀初年に有望な白人開拓者をこの地域へと導き始めた。米英戦争以降白人入植者が大幅に増加し、小さなログキャビンの集落がクリーク族の大きな村の近くで川の爆風船に形成された。入植者はタスカルーサ州庁への敬意からタスカルーサと名付けた。 1817年、アラバマが準州となりまた、連邦議会がアラバマを合衆国の諸州に加える2日前の1819年12月13日、準州議会がタスカルーサの町に設置された。1826年から1846年までタスカルーサはアラバマ州の州都であった。この間にアラバマ大学が設置される。1831年。 人口や経済は急速に成長したが州都がモンゴメリーに移動すると人口が激減た。1850年代の精神病院のブライスステート病院の設置は死の命運を立て直す支えとなった。南北戦争中、アラバマ州が合衆国を脱退したため、数千人のタスカルーサ市民が連合国軍に従軍し、戦争の最後の数週、 合衆国の大部隊が新軍士を襲撃し、アラバマ大学のキャンパスに放火した。助かるサもまた、戦いによって多大な被害を受け、南部のこむった不況も全く分かち合ったのである。1890年代、アメリカ陸軍工兵隊によって、ブラックウォリアー川に建設された肛門設備とダムは、州内で鉱山採掘や夜勤産業に力を入れている。 モビールワンの開港への安価な通路を開いた。20世紀初期、国の経済的な成長に伴ってのアラバマ大学や精神医療設備の成長は、タスカルーサの順調な成長の原動力となり、100年経っても衰えないでいる。20世紀後半には、ミシュランや日本ビクターなどの巨大な生産工場が設置された。そして、 タスカルーサの経済的繁栄の新時代を最もよく体現するものは1993年のメルセデスの施設の増設の発表でった。タスカルーサは33.206540-87.534607に位置している。アメリカが習国統計局によるとタスカルーサ市は総面積172.8キロ平方メートルである。 そのうち1 4 5 7 k ルが陸地であり、2 7 1 k ルが水域である。総面積の15.68%が水域となっている。タスカルーサはタスカルーサことブラックウォリアー川に面し、バーミングハムの南西約 96.5km に位置する。 アパラチア高原とガルフコースタルプレーンの境界で、デモポリスのトムビグビー川との交流地点からほぼ3 1 1トル上流の、ブラックウォリアー川の幕府線というユニークな位置を占める。すなわち、タスカルーサを取り巻く地域の地勢は、起伏に富森の茂る、北東部と低く平らで湿地帯の南西部という、大変多様なものである。欠片の気候区分では、CF、 温暖湿潤気候に属し、四季がはっきりしている。温暖で湿潤な大気を送って、メキシコ湾は気候を大きく左右する。秋から春にかけて、この暖かく湿潤な大気と前線に伴って北から北寒冷で乾燥した大気との相互作用は降水を生み出す。この前線は通常ジェット気流に沿って東から西に向かって進む。顕著な例外は、ハリケーン期に、 ハリケーンが上陸した時に嵐が真南から真北に動いたり、同様に東から西に動いたりすることがあることである。低気圧と高気圧の気管同士の相互作用は春と秋の間の国旗に最も著しい。夏は南から北へジェット気流が流れ、また最も降水するのは温暖な地表が上空の大気を温めることによってジル大流性降雨である。 冬季は12月中旬から2月下旬にかけてであり、気温は摂氏3度、20半ばから摂氏12度、50半ばにかけて昇降する。平均で年間50日最低気温が氷点や氷点下になる。雨は多く降る一方、12から2月の月ごとの平均雨量は約130ミリメートル、軽量可能な降雪は稀であって、年間平均降雪量は 約150ミリメートルである。春季は、普通2月下旬から5月中旬にかけてき、気温は、摂氏12度、50半ばから摂氏30度、80前半ほどで月間平均降雨量は、約128ミ、mm、リメートルである。夏季は5月中旬から9月下旬まで続き、気温は、摂氏18度、80前半から摂氏35度、 九十半場ほどで、摂氏37.8度を超えることは、あまりない。月間平均降雨量はわずかに減少し101ミリメートルで、ある。秋は9月中旬により12月上旬までを占めて、春の降水量や気温と同様の傾向を示す。観測史上の最高気温は1952年6月29日に、タスカルーサ空港で記録された、摂氏41.7度で、 最低気温は1985年1月21日に観測された摂氏18.3度である。2011年4月27日、州内で200名を超える死傷者を出した記録的な竜巻災害に見舞われ、タスカルーサも大きな被害を受けたことから、オバマ大統領一家の遺問先となった。タスカルーサは市長の強力な種類である市長。 司会型の姿勢形態を持ち、市長と7人の市議会で統治される。市長は自然域から選出され任期4年を務める。議員は定数1の選挙区から選出され任期は同様に4年である。市長も議員も多選は制限されない。公職はすべて無党派である。タスカルーサはアラバマ州西部地域で最大の地位にあって、 州政府や連邦政府の機関の中枢の役割を果たしている。監習的に置かれる軍庁舎、つまり、二人の地方裁判所の裁判官、六人の巡回裁判所の裁判官、地方検事及び公設弁護人の行動庁舎に、加えて、州運輸省、アラバマ州警察などの複数のアラバマ州政府機関が助かるうさに、事務所を委いる。また、 複数の連邦機関が事務局を運営している。タスカルーサは部分が第6、7会議員選挙区、第5、21、24上院議員選挙区、第62、63、70アラバマ衆議会選挙区に割り当てられている。大学の街というイメージの一方、タスカルーサはすべての分野における製造業やサービスに基づく経済の多様さを誇る。 助かる佐藤計的都市部の労働者の25%は、連邦、州、また、地方行政体によって雇われている。16.7%が、製造業に、16.4%が、運送業、運輸業、11.6%が金融、情報産業、私、企業に 10.、10.3%が、鉱山、建築業に、9.2%が、 サービス業に携わる。教育及び福祉に従事するものは、残りの7.2%でしかない。都市の産業基盤には、ユニロイヤルグッドリッチタイヤマニファクチャリング、ミシュランシ社、JVC アメリカ、ファイファーワイヤープロダクツ、ガルフステイツペーパーコーポレーション、そしてメルセデスイコールベンツアメリカインターナショナルの組み立て、及び関連部品の提携各社の工場がある。 アラバマ大学や DCH 地域医療センター、ブライスステート精神病院などの福祉と教育はタスカルーサのサービス分野のようとなっている。タスカルーサは複数の大学や学校の根拠地であるため教育は市の根本にかかる部分である。アラバマ大学は最も有力な高等教育機関で約2万2000人もの学生を登録し、1831年の開校より アラバマ大学はタスカルーサの象徴となっている。1875年に開校されたスティルマン大学は黒人の人文科学の大学として開校され、西部タスカルーサにて約1200人の学生が登録されている。さらにアラバマにおいて規模が最大の軍の一つであるシェルトン州立短期大学が市にある。多くの羊や 収入のほどの8000人の生徒が登録している。生涯学習クラスの高齢者から二重登録制度によって高校と大学の単位を履修している高校生に及ぶありとあらゆる職業の学生がシェルトンに登録しているがシェルトンの主だった学生はよくある学生である。彼らは大抵卒業後に4年生大学へ転校するための単位を 履修している初めての大学の学生と、アラバマ大学やスティルマンの学生で、所属する大学で受けられなかったり、受けたくなかったりして、セルトンの入門レベルの教室に登録している学生のどちらかである。タスカルーサでは、市が学校制度を運営している。8人の地区から選出された委員と、自然域より投票で選ばれた委員長からなる教育委員会によって監視される。 委員会は監督者を任命して、日々の制度業務の運営に当たらせている。予算は1億ドルで、約1万300人の生徒が登録する。タスカルーサは、全米40番目の規模である、バーミングハムイコールタスカルーサイコールワニストン、テレビジョンマーケットに含まれる。また、タスカルーサは、全米233番目の規模のラジオマーケットである。タスカルーサニュースは、 市内の有力な日刊誌である。他市には、プラネットウィークリー、シティマガジン、タスカルーサビジネスインクがある。DCH 地域医療センターがタスカルーサの主要な医療設備である。タスカルーサは、空路、鉄路、道路、あるいは水路を通じて、国内や国外の他の地域への接続の便がある。旅客鉄道は、ダウンタウンの南約1マイルの地点にある。 タスカルーサ駅にニューヨークとニューオーリンズを結ぶアムトラックのクレセント号が1日1往復停車する。なお2000年をもってタスカルーサ空港の民間航空便は乗客の減少によりなくなった。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ、人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、体世帯数。 収入と家計。日本の千葉県の嵐野市とは同じく文京都市であるとの理由で1986年より姉妹都市の関係にある。また、アラバマ大学は千葉大学と姉妹校である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。